はい、カバーェブロカッパ員長で。じゃ、今度はね、LGBT 法案のお話行きましょう。これね、これに対して、まあもう、あの、なんだろう、通過寸前まで行ったじゃないですか。でも、ポシャりましたよね、直前でね。えー、どうやらね、安倍前首相がね、もうかなり激怒して、絶対通すな、こんなもんということで。えー、だからまあ、稲田議員は涙目、みたいな、そういう状況があったらしいんで、ちょっとこの辺見ていきましょうかね。 えー、敵は自民党内にあり、もう敵扱いですよ。<laughs> LGBT 法案見送りで分かった、えー。菅首相の政敵は野党だけではなかったって。これ、あの、捉え方、記事の書かれ方はこれ逆なんですよね。日本、多分ほとんど多くの日本国民は、ね、この LGBT 法案なんて通らなくて正解。あ、どうだろうね。僕は個人的にそう捉えてますけども、これ書いてるのは朝日なんで、だからあの書かれ方は逆なんですよ。要は、 あのまあ、だから安倍前首相の鶴の一声でこの終了、強制終了みたいな決着だったんですけど、だからまあ、ここで言われてるのは、タイトルでなんか、んって思ったと思うんですけども。 要は菅,首相菅政権の敵は、ね、安倍前首相だったってことをこ書いてるんですよ、朝日ですからね。うん、だからまあ一応それを、それを承知した上でえで、ー、聞いてほしいんですけども、えー、今国会で提出が見送られた LGBT 法案、この法案をめぐる自民党内の動きを見てみると、菅首相の敵が党内にも潜んでいることがわかると。 でえー、ワクチンやオリンピック・パラリンピックの成功はいまだ未知数であると同時に行政の最高権力者であっても、えー、自民党内では派閥を持たない菅首相にとって党内におけるプレゼンスは極めて限定的だそれが露呈したのが今国会で提出が見送られた LGBT 法案だったあオリンピック憲章で明確に、えー、性的指向を理由にした差別を禁止していることからあオリンピック開催を目指す菅首相にとって同法案は前のめりではないにしても否定はしない立場だった 自民党を含む超党派の議員連盟が内容修正を繰り返し合意、あとはこの修正案を自民党が承認すれば、了承すれば国会提出できる段階まで行っていたんですよね、これは闘争だと更生、これは,これはあの安倍前首相からなんですけども。 えー、しかし、最後の最後で党内の保守派から待ったがかかった、えー、法案の国会への、えー、提出を了承する総務会で、えー、保守派が巻き返しを図ったあ同法案に積極的だった自民党議員はこう内情を暗化している。 ある総理経験者が、これは闘争だと言って、議連がまとめた修正案を絶対に通すなと、総務会役員に直接構成をかけたというのです。その人物は選択的夫婦別姓や慰安婦問題の急先法白車をかけたのが、同法案の自民党の取りまとめ役がその人物と縁が深い稲田智美衆議院議員だったからです。 その人物とは安倍晋三前首相だと複数の関係者が証言している結局同法案は6月16日の会期末を前に、えー、審議日程は確保できないことを理由に提出も見送られたしかしある国対委員長、えー、経験者がこう断言する総理が鶴の一声でやると決めれば自民党以外の党は了承しているのだから一日あれば衆参で審議の上成立させることは絶対できるつまり総理といえども総務会そして党内最大 大派閥である細田派を事実上率いている安倍氏に弓は引けないということだ何だろうあの悔しそうでもあるしなんかこう安倍さんと菅さんのこのなんかバチバチ加減みたいな自民党が割れているみたいななんかそういう体で、えー、記事を書いているのかなこれはねまあ朝日新聞がねで。 えー、オリンピック開催中に混乱が発生するなどし、えー、歴史に汚点を残すようなことになれば、あ復権を狙う安倍麻生氏らが、えー、総選挙前に総裁選を行い、新しい顔で総裁選を戦うため、えー、菅下ろしに動く可能性がある。えー、菅首相の政敵は、野党だけでなく自民党内に潜んでいる。みたいな。<laughs> なるほどね。うーん。 だって、これ、この法案の内容自体がさ、ね、個人的にはこんなもん絶対通してもらいたくないんですけども、ね、それ、そっちが正解だから、安倍前首相の動きが、まあ、ここに書かれていた通りだったとしたらですよ、ね、えー、正解としかあ見れませんけどもね、うん。で、ここに書かれていた通りだとしたら、ね、じゃあ、稲田さん、今どんな気持ちですかってとこですよね、うん。 ああこの LGBT の話、ねいや、LGBT 自体は別に否定はしませんよ、ね。好きにしたらいいんですけども、なんていうのかな例えば今回の件なんてこの同性愛の問題を、ね、政治の世界に持ってくんなよって話じゃないですか。何してくれてんのって。なんでこれ、性癖の話ですよね。うん、いや個人で、ね、好きにしたらいいだけの話じゃないんですか。うん なんだろうな。あの、この、どん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 この話をこうね、でかく膨らましてね、この、要は勝手なことをやりたい連中にしか見えないんですね、もうね。そんな人たちの言うことなんてね、聞いてはいかんと思いますよ、政治で。うん。美しき闘争ね。 例えばね、これなんかほら、昨日なんかもこの重量上げの話なんかをね、させていただいたと思いますけどもね、例えば心は女性だと主張したね、おっさんがね、女子トイレに入って逮捕されてた件には抗議したんですかねこの LGBT 論者の人たち。うん。例えばね、えー、昨日お伝えしたように女子スポーツでね、心は女性だと主張するおっさんがね、 じゃあ、なんか、えー、なんだろう、将来的にね、この表彰、例えばオリンピックとか、なんかこの国際大会なんかでね、ワールドカップとかさ、表彰台独占してもね、当然笑顔で受け入れるんですよね。うん、おかしくないですかうん。で、女性専用車両、日本にありますけども、ね、心は女性だからって主張するね、もうもろ見た目おっさんがね、大勢乗り込んできても、当然ね、えー、なんかこう、拒否。 反応とか示さず受け入れるんですよね。大丈夫ってことですよね。うん、LGBT も々も全部まるっと、ね、何でもかんでも一切合切受け入れろってつまりそういうことですよ。うん、おかしくないですかそもそもが。大、う、体、ん、さこのコロナ禍でねオリンピックも控えていて LGBT?、うん、そんなことしてるそんな審議してる。 え暇あります、うん、そんな状況じゃないと思いますけどもね。うん。でね、だって他に優先させなきゃいけない、ね、この議論ね、えー、詰めて詰めて、ね、えー、通さなきゃいけない、ね、検討しなきゃいけない案件で、他にいくらでもあるはずでしょ、ね、これだけなんかもうパッパパッパと安易に通していくっておかしくないですかうん。だから安倍さんなんかもそれ気づいたから止めたんじゃないですかね。うん。だから一部の過激な活動家がご利用ししてね、うん。 いや、そんな風にしか見えないですよ。うん。しかしまあ、なんかね、この朝日っていつもそうですけどね、この幹部とかさ、関係者とかさ、ね、そんなんばっかですよね。だからあれですよ、なんか女性誌なんかと一緒ですよね。うん。なんたら関係者、ね。うん。あの、宮内庁担当記者とか、あんなんばっかですよね。うん。 もうなんかもう想像とか思いつきだけでね、うん。僕が考えたみたいな、その、そういうノリで書いてるとしか思えないんだよな。うん。だから結局ね、もう朝日っていうんでもうすぐ気づいたと思いますけどもね、うん。なんかあの、この自民憎しで捏造するのが朝日ですからね。うん。そう。だからまあ、LGBT、ね、通そうとしているのはもう、ご存知の通り、反日売国と、 まあ、いわゆるこのパヨク、ね、反日勢ですよね。反日マスゴミ、ね、えー、反日パヨク界隈、ね、反日野党界隈でしょ。ね。で、彼らの共通する目的って何でしたっけ日本っていう国家の破壊でじゃないですか。うん。いやー、なんだ、稲田さんも気づいたら、ね、パヨクにね、えー、転落してたんだ。ね。うん。まあ、なんとか面っていうか、<laughs> うん、なんとか面っていうか、おジャパ面っていうか、なんかこう転落してたんですね。いつの間にかね。へー。 まあ正直ね、こんなんはっきり言ってもうどうでもいいっすよ。ね、スパイ防止とかさ、IT 強化とかそっちの方に力入れるべきじゃないんですかうん。ね、そうそうそう。こんなどうでもいい法案、法,案法律なんかでもね、日本にね、この、そうだな、えー、必要なのは、そう、やっぱスパイ防止法だと思いますけどもね。うん。なんだったらもうさ、ね、この反日撲滅法とかさ、ね、パヨク撲滅法とかそういうの作ってほしいよね。うん。 だって反日活動家なんてね、日本国内にいりますいらないですよね。普通にテロリストじゃないですか。うん。そういうのもっとがっつりガチガチにね、葬り去る法案。ね、それこそね、緊急1分1秒でも早く成立させてほしいですよね。うん。と、個人的には思いましたけど、そら安倍さんだってぶち切れるだろう。うん。まあ、そもそもがね、えー、朝日、アイラですからね。 うん、安倍がしたいのだけは分かるんで、まあ話半分どころか話5分の1程度じゃないですか、ね、本当に安倍さんのっていうのもね、うさんくさいですけども、うん、まあどうだろう、そのうちね、通っちゃうかもしれないですよね、世界的な圧力でね。うん まあ、確実にこうね、えー、あえら、ね、あさいつも通り取材なんかせずにね、妄想でね、こう、あ、違う、えー、クリエイトした記事ですよね。うん、ぶっちゃけね、読み進める価値もなかったかもしれないですね。<laughs> ね、まあ一応ね、えー、今回は、あ,あの、ポシャらすことができましたけど、次ちょっとね、油断してるとね、持ってかれちゃうかもしれないですけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。